本当に買ってよかったアンダーアーマー、はいはい、ちょっと社長の見ましたよ。見ました、はい、今回アスリートの皆さんからも伺いたいなというところ で、はい、そもそもアンダーアーマーを着用したきっかけとか出会い、僕のアンダーマーの出会いは、はい、インナーシャツですね。これみんな言うと思いますけど、いや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 、ここ上がるぐらいかな。もう本当にインナーシャツのことをアンダーアーマーってみんなが言ってた時代に、僕もインナーはアンダーアーマーでした。ありがとうございます。それが出会いですね。そこから継続して着たいって思えたエピソードみたいなのってありますか？株式会社ドームさんのジムに行くようになりましたと。そこでちょうどアンダーアーマーを取り扱ってて、はい、買ってみようっていうことで買ってみたら、もう着心地とフィット感と、これちょっとやばいなっていう。でそこからもうずっとトレーニングアンダーマー買ってて、自分からこうアピールしていってる感じです、ね、ありがとうございます、はい、そんな中で、はい、ちょっと1点もし、ね、上げていただけるんですか？上げたいんですよ。上げたいんです。ちなみに何がここに置いてあるんですけど、スリープウェア、はあ、初めて手にした時にこれまた本当衝撃で、はい、こうありきたりなんですけど、はい、着心地抜群なんですよ、はい、本当にもう本当うまく伝えられるかなって思うぐらいなんですけど、要は寝巻きなんです、ね、はいはい、寝るときに、ね、リカバリーしてくれるっていう、酸素が、ね、供給されてとかっていう、はいはい、そのテクノロジーもあるんですけど、はい、それよりも着心地なんですよ。なるほど。着てるか着てないか分かんない、はい、でも着てるか着てないか分かんなかったら、はい、寒かったりするんですよ。なるほど。冬とかとか、はい、でもこれ着てるか着てないか分かんないんですけど、あったかいんですよ、はい、これなんでなんだろうって思うじゃないですか、はい、本当にそうなんですよ。じゃあもう寝るときはもう毎晩これですね。でもうち家族全員これ使ってますから、今奥さん、自分の両親、はい、奥さんの、家族みんなもうこれ、はい、鈴木家では浸透してますね。ここだけの話というか、はい、これ言ったら怒られるかもしれないですけど、はい、自分の奥さん、はい、結構あのガーリーな感じのやつが好きなんですね、はい、寝巻きこだわりあるんですよ、はいはい、寝巻きこだわりあるんです、はい、で、はい、これやばいの見つけたと、はい、ちょっと着てみてって言ったら、はい、着た瞬間にもうパーンってもう意見変わってましたね。これはもう着心地だと、それぐらい機能性ですっていう。ありがとうございます、はい、それの意識を変えちゃうぐらいの商品に出会ったので、ま、もう手放せないですこれは。ありがとうございます。裸で寝てるような感覚で何でリカバリーしちゃってるんですか？てかもうやっぱメンタル的にもうこれ着たらリカバリーできてるっていう、もうメンタルで寝てる、はいはいはい、もう起きた時にパーンと目覚めがいいだろうっていう感じで起きれてる。ありがとうございます。